ン母モモハ、皆さんこんにちは、モモハです。はい、で今回なんですけども、まあ普段のネタではなくて喋ってるということで、今日はちゃんとした素の私でやっていこうと思います。今の季節は春なんですけど、でももうすぐ夏じゃないですか、気温も高いし。で私もう夏が近づいてくると足を出したい人間なんですよ。骨格ストレートなんで、足を出さないと結構太って見えるというか、上半身に比べてね、足の方がまだマシということで、で今回は足の方なんだけど、夏になって足を出すということはどういうことか分かりますか？毛が気になる。そう、毛が気になるんですよ。やっぱりなんか毛生えてたら嫌じゃん。こう足を出した時にさ、めっちゃ毛深みたいな感じになったら嫌だから、なんかやっぱ綺麗なツルツルな風にしていたいということで、そう考えたらやっぱ脱毛しかないよね。でやっぱり医療脱毛の方がね、しっかり毛が消えるということで、今回は TCB さんにお願いして足の毛を狩りに行っていきたいと思います。一狩り行こうぜ。今回も TCB 品川医さんに来ました。よろしくお願いします。はい、それでは施術をしていきます。はい、今両足とも施術が終わったんですけど、全然本当に痛くなかったです。なんだったらなんかちょっとあったかいぐらいののがずっと続いて、しかも何より驚いたのが速さ、両足が終わる速さがめちゃくちゃ速くて、最初こっち表やって次裏やってで終わったんですけど、めっちゃ速かったです。確かにこれ全身やっても多分私みたいに身長低かったりとかしたら30分ぐらいでもう全部終わっちゃうんじゃないかなっていう感じでした。アトピー体質だったんですけど、全然痛みなく施術をすることができました。ありがとうございます。 TCB さんで手術を受けてから1週間経ったんですけど、まあ、1週間経ったところ、あの毛とか剃ってないんですけど、全然見えにくいかもしれないけど、全然綺麗なままなんですね。まだ生えてないんじゃ状態です。まあ、もちろんまだ通わないと完全に、あ、もうツルツルなるぐらいなくなるよっていうことは通わないとはないんですけど、1回目でこんな効果を感じたってことは間違いなくツルツルになるなって思うので、受けてめちゃくちゃ良かったなと思います。これからたくさん通っていけたらいいなと思っております。ということで今回の動画見てくれてありがとうございました。脱毛とかでね、悩んでるなっていう方がいたらぜひ検討してみてください。ということで、みんな見てくれてありがとうございました。バイバイ。動画最後まで見てくれてありがとうございました。他にも TikTok、Twitter、Instagram でやってるので見てください。 Instagram はあるあるストーリーやネタ投稿などしてるので、よかったら遊びに見てバイバイ。